最初にお知らせを1点させてください。あと4日後の12月15日水曜日19時に新プロジェクトをメルマガ読者さん限定で発表させていただきます。もし内容に興味関心があるということであれば、この機会に概要欄よりメルマガ登録をしておいてください。よろしくお願いいたします。白坂慎太郎です。このチャンネルは株式投資の中級者以上の方が資産を複利で増やし続けていけるように、投資判断に役立つ企業分析を分かりやすく共有している番組です。今回のテーマです。今回はバイセルですね、株価予想ということでやっていきたいと思います。はい、これまでの株価推移としては、上場してから約2年ですね、基本的には右肩上がり傾向で来たという言い方をしていいと思っています。はい、これまでの経緯としては、会社が設立されたのが2001年ということで、今から約20年前ですね。で、上場したのが2019年12月ということで、今の発行済み株式総数で考えると、1510円で始まっているということです。で、上場来安値に関しては2020年4月ですね、692円。そして上場来高値に関しては2021年9月ということで、5170円ということですので、上場以来約5割下落したんですけれども、その後 7.5 倍上昇しているということで、約2年間では上昇傾向だったという言い方をしていいと思っています。はい、今回の基準はですね、12月2日15時の終値、ね、3630円で考えていきたいと思います。はい、では株価予想ということなんですけれども、まず短期ですね、直近1ヶ月から考えていきたいと思います。はい、約1週間下落傾向ということで、11月24日以降はですね、基本的に株式市場全体がこういった下落傾向であったので、バイセル固有の企業の状況というよりは、市場全体の影響をバイセルも受けてるんではないかというふうに考えています。はい、よって今後も下落が続く可能性が高いということですね。はい、では長期ですね、1年以降ではどうなのかということで、長期を考える上でですね、改めてバイセルについての学びを深めていきたいと思います。はい、バイセルテクノロジーズということで、特色ですね、着物など、高額品の出張買取展開、顧客はシニアが主、傘下にオークション展開のタイムレスということで、ものすごく分かりやすく、分かりやすさだけを追求して端的に言うならば、高額品の買取会社ということが、一番分かりやすい表現かなというふうに思っています。はい、ビジネスモデルは実は B2B なんですね。要するに、一番大きな売り上げが上がっているのは、法人からの、要するに、売り上げというか、入金であるということですよね。買い取るのは消費者から買い取るんですけれども、その消費者から買い取ったものを法人に売ることで、売上利益を作っているということで、ビジネスモデルとしては B2B になるということですね。法人に対しての、事業ということになります。はい、まず買い取るっていうことなんですけど、買い取るのは消費者から買い取るということですよね。はい、自宅整理、生前整理、遺品整理などを希望している50代以上の方々のご自宅を、バイセルのですね、査定員ですよね、従業員であり査定員の人たちが、訪問しますということですよね。その訪問する前に1回こうで電話でですね、しっかりと、約束とか、どういった商品をですね、買い取り希望なのかっていう、要するに消費者の方の要望というのをしっかりと聞いた上で、実際買い取り訪問日を確定して、それで実際査定員の人がですね行くということですね。で、何でも買い取るかっていうよりは、高額販売が期待できるものを買うということですよね。やっぱりバイセルもビジネスなので、何でもかんでも買い取るわけではないということです。やっぱり仕入れて売るということをしていくわけなので、あくまでも高額販売が期待できる古物ですね。具体的には着物、切手、小銭、宝飾品などですよね。なので、誰にとってもほぼ同じ価格しかつかないみたいな、要するにもう価格と価値の、関係が、すごく分かりやすいものですよね。具体的に言えば本とか、もしくは家電とか、ああいったものっていうのは、バイセルの買い取り対象にはなってないということですよね。ある人にとっては全然価値がないんだけど、ある人にとってはものすごく価値があるというものですよね。要するに、もう
売るということであれば、まあ、自分にとってはもうそれほど重要でないというものですよね。でも、ある人にとってはものすごく高い価値を感じるものということですよね。まあ、そういうふうに、人によって価値と、価格の関係がかなり違うものを買うということですよね。まあ、本とか、家電とかだったらもうはっきり言ったらインターネットでですね、大体これっていくらぐらいなんだろうみたいな感じで、まあ、大体価値と価格のですね、差っていうのはほとんどなくなってしまうわけですけど、まあ、ある人にとっては全然価値がないんだけど、ある人にとってはかなり、高い価値に、認識してもらいやすいものですね。それが、まあ、着物、切手、小銭、宝飾品など、まあ、そういった高額販売が、期待できる古物っていうのを、まあ、依頼訪問して買い取るということですね。で、買い取った中古品っていうのをじゃあ誰に売るかっていうことなんですけども、まあ、バイセルの場合は、まあ、この動画を撮ってる時点では、まあ、業者が集まってる古物市場ですね、等で、まあ、売るというのが、まあ、約8割ということです。要するに、法人向けが売り上げの8割ですね。で、消費者が買うというのが、まあ、2割と、8対2っていうぐらいになっています。もともとは9割以上が、業者向けだったと、古物市場だとかもしくは、オークションみたいな感じで、まあ、売るという形だったわけですけど、まあ、その後、90% っていうのを、まあ、80% まで、まあですね、まあ、ちょっと割合は変わってますが、まあ、でも依然として、まあ、売上とか利益の、まあ主体っていうのは法人が、まあ、買ってくれるものということですね。まあ、古物市場っていうのは、まあ、簡単に言えば、まあ、中古品に関する、まあ、専門業者プロが集まっている場所ということですよね。まあ、例えば魚に関するプロが集まっているのが魚市場とかですね、もしくはその野菜とか果物に関してのプロが集まっているのが、まあ、青果市場とかだったりするのと一緒で、まあ、中古品とか古物に関してのプロ、ね、業者プロが集まっている場所ですよね。まあ、そこで、まあ、これいくらで買いたいかということで、まあ、業者の人たちが、まあ、売り買いしている、プロが売り買いしている古物市場で、まあ、売るというのが、まあ、ビジネスモデルになっているということですよね。だから50代以上の方々から仕入れて、でプロに売ると、まあ、言い方を返したら競合他社に売るというのが、まあ、ビジネスモデルになっているということです。で、まあ、機会チャンスとしては、まあ、ズバリも高齢化というのが一番かなというふうに思っています。まあ、依頼をする人たちが、まあ、50代以上の方々が多い、しかもですね、まあ、生前整理とか遺品整理という、まあ、そういった動機の方が多いということであれば、まあ、はっきり言ったら対象者はこれからどんどん増えていくということですね。はい。で、まあ、強みに関しては、まあ、250名以上の査定員を雇用しているということで、基本的にはその、事業的にですね、まあ、ほぼ、全工程、内製化しているということですよね。だから外注はほとんど、使ってないということで、まあ、必要な業務工程に関しては全部、まあ、自社でやってると言った時に、まあ、やっぱりこう価値がですね、価値と価格の算定が、まあ、難しい商品を扱ってますよね。例えばその、まあ、全然違う企業ですけれども、まあ、例えばブックオフとか、ハードオフとか、ああいった企業っていうのは、まあ、本とか家電とか、まあ、そういったものを中古品として仕入れて売るというのをやってますよね。で、そうすると、まあ、結構価格算定っていうのは比較的しやすいということになるわけですよね。まあ、この本の中古品って今いくらぐらいで売れてるんだろうとか、まあ、結構インターネットとかで、まあ、すぐ価格ってある程度、まあ、分かるものなので、まあ、はっきり言ったらそのアルバイトとかパートの方だったとしても、まあ、どん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 本を買い取るとか、もしくはその家電の中古品を買い取るとか、っていうのができるわけですよね。だから、そのああいうこう価値と価格の差っていうのが、まあ、小さいものに関して、まあ、要するに値付けが比較的しやすいものに関してはもう本当に効率っていうので、まあ、経営を進めていくということになるわけですけれども、まあ、バイセルの場合は、まあ、はっきり言ったら結構その価格と価値の関係が、まあ、すごく、まあ、分かりにくいというか見極めするのが難しいということですよね。もうこの着物いくらで売れるんだろうみたいな、この、宝飾品はいくらで売れるんだろうっていうのは、まあ、ちょっとね、まあ、すぐ、こう先月雇ったばっかりのアルバイトとかパートの方ではなかなか難しいというところがあるわけですよね。で、バイセルの場合はまあ、そのですね、じゃあ実際行って、この商品をいくらで買い取るかっていうその査定員をですね、まあ、250名以上実際自社で雇用して、まあ、その方々が、まあ、査定員の方々が買い取りに行くというのが、まあ、強みの大きなところではないかなというふうに、まあ、分析しています。はい。では以降ですね、バイセルの主要指標を確認していきたいと思います。はい。時価総額に関してはこの動画を撮っている時点で528億の企業ですと。
で、PER ですね。プライス、アーニング、レーシオ、株価収益率ということで、分子が株価、分母が一株当たりの当期純利益ですね。なので、まあ、一株当たりの当期純利益の何倍の株価になっているかということで、まあ、43倍という数字になっています。まあ、目安 16.6 って考えた場合は約 2.6 倍ですね。まあ、割高という言い方もできますし、まあ、今後の成長に期待されているという言い方もできると思います。はい。それから PBR ですね。プライス、ブックバリューレイシオということで、株価純資産倍率ですね。分子が株価、分母が一株当たりの純資産ということで、まあ、一株当たりの純資産の何倍の株価になっているかということで、まあ、16.2 倍という数字になっています。まあ、目安 1.25 というふうに考えた場合は、約 12.9 倍ですね。まあ、これも割高という言い方もできますし、まあ、それだけ売せる一株に対して、まあ、市場がですね、まあ、価値を考えている、価値を感じているという言い方をすることもできると思います。はい、それから営業利益率に関しては 6.6% ということで、まあ、売上に対しての営業利益の割合ですね。で、目安 7.2 って考えた場合は約9割ということなので、まあ、利益率はまあですね、まあ、そこまで高い企業ではないということです。はい、それから生産性に関して、従業員1人当たりの営業利益ですね、まあ、こちらの方は148万円ということで、まあ、目安300万円って考えた場合は約5割という数字になりますので、まあ、生産性に関してもまあ、それほど高い企業とは数字上は言えないということですね。で、ROE ですね、リターンオンイクイティということで、まあ、自己資本利益率ですね、分子が当期純利益、分母が自己資本ということで、まあ、バイセルが自己資本純資産をですね、まあ、どれぐらい上手に使って当期純利益を稼いでるかという、まあ、資金の効率性ですね、まあ、お金の使い方の上手さの指標ということになりますけれども、まあ、こちら 17.5% という数字が出ています。まあ、目安 10.6 って考えた場合は約 1.6 倍ですね。まあ、資金効率がいいという数字です。で、まあ、PER 株価収益率が43倍と、将来の成長期待で、まあ、現在の株価となっているバイセルということですね。まあ、営業利益率とか生産性っていうのは、まあ、決して高い数字が出ているわけではないので、そう考えるとやっぱ PER 43倍っていうのはもうこれはもう将来に対しての期待で、現在の時価総額そして株価になっているということですね。では、まあ、今後株式市場の期待以上にですね成長していくかということで、まあ、バイセルはこれから売上とか利益これぐらいこう成長していくんだろうなという、まあ、市場の期待通りだったらもうこれで株価は横ばいということになるわけですよね。まあ、株価上がらないということになります。そうではなくて、まあもうすでに期待されているわけですよね。まあ、今後売上伸びる、利益も伸びると期待されている。だから PR が高いわけです。じゃあ、その期待以上に成長していくかっていうことを考えていきたいと思うんですけれども、まあ、結論からすると、まあ、難しいというふうに今回は分析しています。で、理由としては、中古品の買取事業っていうのは、やっぱり利益率の成長に限界があるということですね。なので、まあ、企業価値っていうのを、まあ、理論上ですね、まあ、算出する、っていう、まあ、例えば相手の、まあ、例えば今回だったらバイセルっていう企業ですけど、バイセルっていう企業を、まあ、実際こうね、例えば1万株とか1000株とか100株とか、まあ、そういう単位で買うんじゃなくて、100% 買収すると。で、バイセルっていう企業を 100% 買収するってことになると、やっぱり相手の企業に価格をつけるっていうことになるわけですよね。じゃあいくらで 100% 買収するんですかという価格をつけるということになるわけです。まあ、いわゆる本当に 100% 子会社化するっていうのは、まあ、そういう考え方ですよね。ってなるとやっぱりバイセルっていう企業に価格をつけるっていう必要が出てくるわけで、じゃあどういう価格の考え方をするかって言ったら、まあ、企業価値っていうのを考えて、その企業価値が、まあ、いわゆるそのバイセルの、まあ買収価格、100% もし買うということであればその金額ということになるわけです。じゃあ、まあその企業価値ってどうやって出すかって言ったら、利益と利益の成長率ですね。要するにバイセルっていう企業が今後半永続的にまあ事業を行うとしたときに、合計でどれだけの利益を出すのかでいう、まあ、将来の利益合計を、まあ、現在の、価値ですよね、現在価値に割り引いて、まあ、それでバイセルの企業価値っていうのを出して、もし 100% 子会社にするっていうことであれば、その企業価値で、まあ、結局買収するということになるわけですよね。で、株式投資っていうのはそれを、まあ、100% 子会社にするわけじゃなくて、まあ、自分の、出す金額の範囲で、まあ、同じことをやると。 100% 買うわけじゃないけど、まあ、例えば1万株買うとか1000株買うとか100株買うということをやるわけです。でも考え
え方は一緒ですね。考え方は企業価値の、まあ、どれだけの割合の部分を買うかということなので、結果的には企業価値、つまり利益と利益の成長率っていうので考えるっていうことが、まあ、長期投資の基本ということになります。だから利益と利益の成長率ですね。で今回の、バイセルは、まあ、メインは、中古品の、まあ、買い取り事業ということになるんですけど、利益率ですね、利益と利益の成長っていうのを考えたときに、利益率の成長に、まあ、限界がある、まあ、そういう事業、そういうビジネスモデルだからということです。で一般論として、まあ、付加価値を向上させるということですね。付加価値っていうのは結局利益の源泉ですよね。だから売上から原価を引いて販管費を引いてゼロっていうんだったら、それは付加価値がないっていうことです。一言で言うと、売上から原価を引きました、そして原価を引いた、粗利からさらに販売管理費、販管費を引きました、そして営業利益がゼロでしたってことは、結局、付加価値がなかったってことですよね。要するにもう経費の分だけを売ったということになるわけです。でそこで何らかの利益が残ったっていうんだったら、その利益って何なんですかって言ったら、付加価値ということですよね。まあ、新しい価値を加えた分、それは利益になったということです。なので、まあ、付加価値を向上させる、っていうのはもう2つですよね。これはもう究極的にシンプルに書いてますけれども、究極的にシンプルに、じゃあ付加価値、じゃあ何が利益の源泉なんだ、その利益の源泉っていうのは付加価値だと。で付加価値は何、どうやったら向上するんだって言ったら、究極的にはもう作る部分と売る部分で付加価値ですよね、っていうのを、ね、作るということになるわけです。はい、そうした時に、まあ、会計的には、まあ、付加価値ってどういうところで出てくるかっていうと、まあ、作るってどれだけ、付加価値の高いものを作ったかっていうのは、売上から原価、製造原価ですよね。で要するに材料代と製造に当たった人たちの、労務費、この売上と製造原価ですよね、を、引いたものが付加価値ということになるわけです。なので、まあ、結局、粗利が大きい、売上から原価を引いた売上総利益、粗利が大きいってことは、まあ、結局そこに大きな付加価値価値があった、社会に対して大きな付加価値があったということですよね。まあ、その企業独自の何かすごく人の役に立つ、社会に貢献する、まあ、価値あるものを作った、その、付加価値っていうのが大きいということになるわけです。だから作るという部分で、まあ、どれだけ新しいアイデアなのかとか、どれだけ多くの人の役に立つのかとか、もしくはどれだけ少数の人だったとしてもすごく深い悩みを解決するものだったのかとか、まあ、そういう、何らかの、物差しで考えた時に、作るというところで大きな付加価値っていうのを、まあ、作れる要素っていうのがあるということですよね。でもう一つは売るということです。売るっていうのも結局それを必要としている、求めている人に、まあ、手に渡るようにしたということで、まあ、ある意味サービスですよね。まあ、作るっていうのはある意味物の、部分に関するもので、まあ、売るっていうのは基本的にはまあサービスに関するものということになりますけれども、まあ、それは、まあ、結局、粗利から販売管理費、販管費を引いた残りっていうのが、まあ、結局、付加価値ということになるわけですよね。だから、まあ、営業利益っていうのは、まあ、ある意味、付加価値の部分ということになるわけです。だから、まあ、作るっていうところで付加価値を作る、そして、売るっていうところで付加価値を作るということになるわけですね。で中古品の買い取りっていうのは、まあ、作らないわけですよね。要するに、もう、社会の中にすでに存在している既存のものを買い取って売るわけですから、バイセルが何か新しい商品を作ってるわけじゃないわけです。だから中古品の買い取りっていうのは基本的には作らない事業なんですね。はい、故に作る、売上から原価を引いた付加価値の部分での付加価値っていうのは、まあ、ないということになります。これは日本の会計基準だとちょっとこれピンときにくいんですけど、日本の会計基準だと売上から原価を引いて、まあ、例えば売上総利益、粗利っていうのを出すんですよね。でなったら、例えば、まあ、仕入れて売る、っていう、まあ、商売、商業、っていうのも、ちゃんと付加価値あるじゃないかっていう感覚がするんですけど、実際これ世界的な流れとしては、まあ、この部分っていうのをはっきりさせてきてるんですね。例えば、まあ、参考として、まあ、今回統計の話を、2つ入れたいと思うんですけど、一つは国全体の経済ですね。国全体の経済っていうのを、まあ、例えば GDP、国内総生産っていう、例えば物差しを使うと、しますよね。要するに日本国内で1年間にどれだけの付加価値が、まあ、作られたかっていうのが、まあ、GDP と、国内総生産という指標になります。でこの GDP には、そのいわゆる仕入れて売る、特に中古品を仕入れて売る
仕入れて売るっていうところに関してのものに関する部分っていうのはまあゼロなんですね。で、なんでかって言ったら既存のものだからということです。要するに新品が作られた時に付加価値っていうのは提供、数字としては国内総生産にまあ計上されるんですけど、中古がまあ結局 A さんから B さん、 B さんから C さん、 C さんから D さんってどれだけぐる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 回ったとしても、それはまあ付加価値は生まれてないんですよ。要するに新しいものが作られたわけじゃなくて、既存のものがまあぐるぐる流通しただけなので、だから国内総生産 GDP には入らないんですね。どれだけ金額が買って売って買って売って買って売ってっていうのでぐる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 物が移動したとしても、その物の移動自体は GDP 国内総生産には入りません。あくまでもその販売手数料というサービスの部分しか入んないということですよね。で、もう一つ IFRS ということで、まあ、会計基準っていうのは日本の会計基準と国際会計基準 IFRS というのが2つあって、日本の会計基準だと、まあ、結局今回のバイセルみたいに、まあ、仕入れて売るっていう部分に関しても売上から要するに仕入れ原価みたいな感じで原価を引いて、まあ、売上総利益粗利っていうのを日本の会計基準だったら出すんですよね。でも IFRS 国際会計基準に関しては、まあ、この部分っていうのがもうないんですよ。要するに例えばバイセルが実際に、まあ受け取った、まあ、要するに、手数料ですよね。だから仕入れて売ってその差っていうのが要するにバイセルの手数料であり、そこはサービスに関する、まあ、付加価値ですよね。物に関する付加価値じゃなくてサービスに対する付加価値ですよね。だから流通、まあ、日本の会計基準だと結局流通金額がそのまま売上っていう形で計上できるんで、まあ、こういった、商業とか、商社、っていうのは結構売上金額が大きく、数字としては乗るんですけども、 IFRS 国際会計基準の場合は、まあ、乗らないんですね。で、単純にその仕入れて売ったその差しか結局収益っていう形では見ないということです。で、いずれも中古品売買で動いたものに関する金額は数字に入れない。だから GDP 国内総生産の付加価値の数字には結局中古品の中古品っていうものが移動した金額っていうのは入んないんですよね。で、これは IFRS 国際会計基準だったとしても入らないということになります。なんでかって言ったら作ってないから。だから作ってないんで結局その製造原価を引いて粗利を出すっていう考え方を取らないということですね。よって、まあ、中古品買取で付加価値を大きくしようとしたら、もうね、作って原価を引いて、粗利っていう考え方ではないので、まあ、作ってないわけですから。だから、まあ、売るっていうところ、だから粗利から販管費のを引いたその差っていうのをもう大きくしていくしかないということになるわけですよね。中古品買取で付加価値を大きくする、つまり利益と利益の成長率を大きくしようと思ったら、この粗利から販管費を引いたその差を大きくし続けていくっていう、まあ、実質一択だということになるわけです。しかし、まあ、どれだけ企業努力をしたとしても、まあ、既存のものを仕入れて売る以上、競合に対しての強固な参入障壁を作るのは極めて難しいということですよね。まあ物理的に不可能っていうゼロとまでは言い切れないですけど、まあ、限りなくゼロに近いぐらいやっぱり難しいということです。なんでゼロじゃないかって言ったら、もうアマゾンみたいにもうね、どこの企業も絶対真似できないぐらいのものすごい物流網を作ったとか、まあ、そういうことであると、その物流網そのものがまあ参入障壁とかっていうことになりうるんですけれども、まあ、はっきり言って、まあ、逆に言えば、まあ、世界の中でもアマゾンと何社あるんだろうっていうぐらいやっぱり難しいんですよね。その既存のものなので、その自社で作って自社の独自製品で自社でしか売れないってなると、結構付加価値っていうのは作りやすいんですけど、もうすでに社会に存在している中古品なので、だからその中古品を結局、まあ、仕入れて売るって言った以上、まあ、結局競合も同じことはやっぱりできるんですよね。なので競合に対しての強固な参入障壁っていうのを作るのは、まあ、極めて難しいということです。まあ、不可能ではないですけど、不可能に近いぐらい難しいということです。つまり、まあ、利益率を上げられる範囲に限界があるということですよね。要するに、粗利から販管費を引いた残りっていうのが付加価値なんで、まあ、そこは企業努力で高めていくことは可能だけれども、まあ、限界があるということですよね。製造の方が利益率のを上げられる、もしくは利益の成長率っていうのを上げやすいということです。なんでかって言ったら、その製品はその企業の、まあ、独自製品であって、まあ、消費
者が、その製品がどうしても欲しい、買いたいということになれば、ある意味企業は価格決定権っていうのを持つことができるわけですよね。だから売上から製造原価を引いたその粗利っていうのをすごく上げていくことができるという、上げていくことができるっていうか、上げやすいということになるわけですけれども、まあ、買い取りの場合ですよね、中古品も既存の商品の買い取りってなると、まあ、結局競合も同じことができるっていうことで、まあ、利益率を上げる、もしくは利益の成長率を上げられるっていう、その範囲にやっぱり限界があるということですよね。まあ、どうしても他社との競合、競争という枠の中から、まあ、抜けられないということです。でバイセルが、まあ、利益率を上げるとか利益の成長性を高めるということで、まあ今まで取り組んでいることっていうのは、まあ、バイセルから業者ですよね、要するに、まあ消費者から買い取るんですけど、それを実際買ってくれるのは業者ということで、まあ、B2B の割合を下げて、逆にバイセルから消費者ですね、直接もその例えば着物なり切手なりですね、まあ、宝飾品なりを欲している、まあ、消費者に直接売るという、この B2C の割合を上げていくっていう、まあ、企業努力を、まあしているということですね。で、まあ、約2年間で、まあ、消費者向け B2C の割合を、まあ、10% から 20% へ上昇させているということですよね。まあ、だからこれは明らかに、まあ、利益率を高めていく企業努力ということになります。はい、消費者向けの割合が、まあ、増えれば増えるほど、まあ、卸値ではなくて小売価格で売れる商品数が増えるので、まあ、利益率は上がりますよねということですよね。要するにバイセルが業者に売って、まあ、業者っていうのはすなわち競合他社っていう言い方もできますけれども、バイセルが競合他社に売って競合他社が最終消費者に売るってことになると、まあ、結局最終消費者が一番高い価格で買うということになりますよね。なので、まあ、バイセルが業者に売るっていうことはすなわち、まあ、卸値で売ってるっていうのと同じ考え方になるわけです。であれば、まあ、バイセルがその業者に売るんじゃなくて、バイセルが直接、まあ、最終消費者に売るっていうことをするすれば、まあ、結局卸値ではなくて小売価格で、まあ、売ることができるので、まあ、利幅が、大きくなるということですよね。まあ、その分利益率は上がりやすいということです。まあ、しかしこの企業努力の余地にはやはり限界があるということですよね。もう繰り返しになるんですけど、既存商品をやっぱり売ってるので、だからやっぱり価格を上げるって言っても限界があるわけですよ。その商品をいくら欲してる人がいるとはいえ、既存商品なんで、その会社が独自と製品を作って売ってるわけじゃない以上、まあ、はっきり言ったらその卸値で売ってたものを、まあ、最終の小売価格で売るとかっていう、まあ、はっきり言ったらもう限界があるわけですよね。こう、もう今までよりも何倍も高い価格で売るとか、っていうことはやっぱりできないということです。はい、なので、まあ、独自製品を企画製造している企業のように、まあ、高い付加価値っていうのはやっぱり作り得ないということですよね。まあ、それはもう製造を行ってない、まあ、企業のある意味宿命的なもので、まあ、やっぱり利益率とか利益の成長性を上げていく、企業努力で上げていくって言ってもやっぱり限界があるということです。で、まあ、バイセルで今後予測されることっていうのは、まあ、従業員数をまず増やす、まあ、従業員の中でもやっぱり買い取りのできる、まあ、いわゆる査定員の方々ですよね。まあ、この着物いくらとか、ね、この切手いくらとか、っていうことですよね。要するにこういくらで仕入れるのかっていう、その仕入れをすることができる、まあ、従業員、まあ、査定員の方を増やす。で、仕入れを増やすことができれば、それだけ商品を増やすことができるんで、まあ、売り上げは増えやすいということですよね。あとは、まあ、実際も M&A 合併買収っていうのをやっていたりするので、まあ、子会社の数は増えていくってことは、まあ、容易に予測されます。あとは、まあ、消費者向けの販売割合、B2B から B2C の割合を高めていくことで、まあ、利幅を上げていくと。まあ、こういったことをやっていくというのは予測されるんですよね。で、まあ、結果、まあ、直近数年は、まあ、増収増益が続いても、まあ、全然不思議ではない。ということです。まだ、企業努力でやれる、余地があるからということですね。まあ、ただ事業的に今後10年20年と、まあ、半永続的に利益率を上げ続けられる、まあ、ビジネスモデルではないということですよね。まあ、やっぱりこうどうしても競合他社との、まあ、競争というのがあるので、まあ、努力はできたとしても上げ続けられるような、まあ、そういったビジネスモデルにはなってないということです。はい。で、まあ、企業価値っていうのは、まあ、流通総額では決まらないということで、たくさん仕入れてたくさん売りましたって言ったとしても、まあ、それは、まあ、はっきり言ったら、国際会計
基準、イファース的な考え方をするならば、まあ、はっきり言ってそこは付加価値生まれてないですよねっていうことになるので、まあ、結局流通総額っていうのは、まあ、企業価値を求める利益と利益の成長率に、まあ、直結してないんですよね。はい、まあ、企業価値っていうのは、まあ、利益と利益の成長率で決まりますということで、まあ、バイセルが利益の成長率を上げ続けるっていうのはやっぱり難しいということですよね。まあ、あくまでも長期投資と、まあ、1回、買ったら、株を買ったならば、まあ、よほどの、ことがない限りは、まあ、ずっと持ち続けるという長期投資っていうのを、まあ、前提に考えたときに、まあ、企業努力で直近数年上げられる可能性があったとしてもずっと上げていくってことはやっぱりできないだろうと、ってなるとやっぱり長期投資の対象として株式市場の期待以上ですよね。まあ、今から売上とか利益が伸びていくって期待されてるんで現在の PR 株価収益率になってるんですけど、それを超えるような結局成長をしていくっていうのは難しいというふうに考えます。はい、よってまあバイセルの PR 株価収益率の43倍は割高ということですね。まあ、ゆえにバイセルの株価は企業価値相当まで下落していく可能性が高いというふうに分析しています。はい、以上株価予想をまとめると、まあ、短期に関してはまあ下落傾向なのでまだしばらく下落が続くのではないかということですね。で、長期に関してはやっぱり利益の成長率を上げるのがまあ難しい、まあ、そういう事業、そういうビジネスモデルだということです。なのでまあ下落の可能性が高いということですね。まあ、ゆえに短期的には下落、長期的にも下落というふうに予想します。はい、ということで今回のテーマはバイセル株価予想ということで、まあ、3630円なんですけれども、まあ、今回は2593円を株価予想というふうにしたいと思います。最後にお知らせを1点させてください。あと4日後の12月15日水曜日19時に新プロジェクトをメルマガ読者さん限定で発表させていただきます。もし内容に興味関心があるということであればこの機会に概要欄よりメルマガ登録をしておいてください。よろしくお願いいたします。